岡山県で開かれた全国知事会議でも地方創生が議題となりました。少子化対策や地方移住を促す環境づくりに取り組むとした地方創生宣言が出されましたが、会議では東京一極集中の状態だという指摘に松戸知事が反論する場面もありました。全国の知事が集まる会議で出された地方創生宣言は、人口減少を食い止めるための子育て対策の支援強化や、地方に移住したくなるような環境づくり、政府や企業、地方に移転させる提案などが盛り込まれました。また全国の知事からは、政府が数値目標を設けることや税制を優遇する措置を行う必要があるといった意見が出されました。その一方で、東京の一極集中という指摘も出され、松戸知事が反論しました。源であって、東京をやっつければ済むみたいな雰囲気にはしていただきたくないな。みんな伸びていくっていう方向をぜひ出していただいて、戦後日本の政策全体が見直しを問われている中での地方創生であり少子化であるという視点を、緊急ですから入らないと思いますけど、どっかに入れていただきたい。以上です。会議には石破地方創生担当大臣も出席し、防災やオリンピックなどこれからの東京の負担は大きい、東京も地方も都合が良い道は必ずあると話しました。